大正ロマンは、大正時代の雰囲気を伝える主張や文化事象を指して呼ぶ言葉である。しばしば、大正ロマンとも表記されるが、ロマンという当て字は、夏目漱石によって付けられたとされる、19世紀を中心に、ヨーロッパで展開した精神運動である、ロマン主義の影響を受け、大正時代の個人の解放や、新しい時代への理想に満ちた風潮に被せて、このように呼ばれるようになった。 ことぶきや赤玉ポートワインの広告、日本初のヌード広告である。1922年大正時代は、明治と昭和に挟まれ、15年と短いながらも、国内外が激動の時代であった。日本では二度の戦勝を経て、帝国主義の国として、欧米列強と肩を並べ、五大国の一国ともなり、これらの国から誘われ、第一次世界大戦にも参戦。 勝利の側につき国中が国威の発揚に湧いた時代である。西欧先進国の産業革命からの影響を受けて、明治の45年間をかけて国内での工業化も進み経済は着実な発展を遂げ、流通や商業が飛躍的に進歩した。鉄道網の形成や規制による水運が発達。これと並行して徐々に町や 都市の基盤が形作られ、さらに対象に入ってからは、近郊鉄道の敷設、道路網の拡大や、自動車、乗り合いバスなどの都市内交通手段の発展により、都市化が促進された。録音や、活動写真の出現、電報、電話技術の発達、そして新しい印刷技法による大衆向け新聞、書籍、雑誌の普及など、これらの新しいメディアによって、文化、情報の電波も、 拡大的に飛躍した。経済的には商人の立場が明治時代の経済の自由化とともに向上した。欧米から学んだ会社制度が発達し、制度上は個人商店であった市企業が発展、先進国入りしていく中で世界に向けて大規模化していく。また旺盛な日本市場を狙い、ウェスティングハウスエレクトリックやユニバーサルピクチャーズなどヨーロッパやアメリカ企業の進出が 相次いだ。第一次世界大戦で南洋諸島などが手に入り、それらの地の開拓も進められた。また、大戦景気や陶器の成功で、成金と呼ばれるような個人も現れ、立身出世の野望が実業の方面に向かっても開かれた。中流層には、対象デモクラシーが台頭し、一般民衆と女性の地位向上に目が向けられ、西洋文化の影響を受けた新しい文芸。 絵画、音楽、演劇などの芸術がルフして、思想的にも自由と解放、躍動の気分が多い都市を中心とする輸入物愛好、大衆文化や消費文化が花開いた。一方、多くの農村村落はまだまだ近代化に取り残されており、大正に至っても明治初期と変わらない封建的な文化が残っていた。しかし、時代の後半に入ると大戦後の教皇や、 関東大震災もあり、経済の激しい浮き沈みや新時代への急激な変化に対応できないストレスも顕在化してくる。都市化と工業化は膨大な労働社会級を生み出し、国外の社会変革を求める政治運動に交応した社会主義運動が大きなうねりとなって支配層を脅かした。 また恵まれた階層においても未だ克服されなかった肺結核などの病による著名人の死も時代に暗い影を落とした。知識人においては個人主義、理想主義が強く意識され、新時代への飛躍に心躍らせながらも同時に社会不安に通定するアンビバレントな葛藤や心理的摩擦もあった。昭和の時代にかけて自由恋愛の流行による心中、自殺や作家や 芸術家の間に薬物や事象による自殺が流行するのもこの頃からである。大衆史のルフと共にそれらの情報が増幅して伝えられ時代の不安の上にある種の大敗的かつ虚無的な気分も醸し出された。むしろこれらのことごとの方が大正ロマンに叙情性や負の彩りを添えて人々をさらに怖くする側面もある。この背景には19世紀後半に ヨーロッパで起こった短美主義やダダイスムの影響も伺える。芸術作品には、アール・ヌーボーやアール・デコ、表現主義など、世紀末芸術から影響を受けたものも多い。あるいは、政治思想である、共産主義、アナキズムなどの危険思想が取り締まられ、社会主義思想にも圧迫が加えられた。対象ロマンは、新しい時代の方がを示す意味合いから、モダニズムから派生した。 大正モダンという言葉と同列に扱われることもある。大正モダンと大正ロマンは同時代の表と裏を表彰する対立の概念であろう。在位の短かった天皇の崩御により、震災復興などによる経済の閉塞感とともに、この時代は終わり、世界的大恐慌で始まる昭和の時代に移るが、大正モダンの流れは断絶することなく、昭和モダンの時代へと引き継がれる。 1911年、普通選挙法酬議員可決、中国侵害革命、帝国劇場完成、文芸史、政党総監、西田喜太郎、全の研究発表、この頃、第三次、大谷探検隊、派遣1912年、オリンピック、日本初参加、タイタニック号遭難活動写真会社、日活設立、吉本工業設立、美術団体、 航空会結成、京都市電開通、JTB 創立、東海道、山陽線に展望車付き、特急、大阪、通天閣開業、有楽町に、タクシー1913年、第一次五軒運動劇団、芸術座結成、火曜、カチューシャの歌大流行、中里海山、大菩薩峠連載開始、映画、里見八軒伝、中臣蔵など公開、 宝塚観光花火大会開催、三越五福店、国産化粧品展示販売会宝塚歌劇団、歌劇、ドンブラコ宝塚新温泉内パラダイス劇場1914年、第一次世界大戦勃発、日本大占戦線布告、東京駅開業、宝塚少女歌劇初演、女性パーマ流行、森永ミルクキャラメル発売、美術団体、西中へ発足、 初のカラー長編映画、吉爪千本桜、公開、東京ゴルフクラブ創立、上野、大正博覧会にて、ブラジルコーヒーの宣伝、日本初のエスカレーター1915年、日本対中、21箇条の要求第1回、全国中東学校優勝野球大会開催、東京漫画会設立大、大阪市立動物園開園、 東京ステーションホテル開業1916年、人口論創刊、火曜、オンドラの歌大流行、国産蓄音機製造開始、葉山、日陰ジャイア事件、日本初のアニメ、サルカニの合戦公開、東京自動車学校開校浅草オペラ、天国と、実刻1917年、ロシア革命勃発、アインシュタイン、相対論的宇宙論発表雑誌、市長、主婦の友、 総監浅草オペラ時代始まる、各地の展覧会で、ラタイガの摘発、中島飛行機設立1918年、米騒動、シベリア出兵、第一次世界大戦終結、大学礼交付、スペイン風邪の世界的流行児童雑誌、赤い鳥総監火曜、宵い町草大流行、島村放月病史、第1回全国週休大会。 大学礼交付パリ講和会議の会場となった、フランス外務省1919 19年、パリ講和会議、関東軍設置、選挙法改正、ムッソリーニが、ファシスト党結成、松井スマコは遠い自殺、民本主義総監、カルピス発売開始、帝国美術院が発足し、帝国美術院展覧会開催、キネマ巡邦創刊、道路法発令、市街地建築法、 都市計画法交付1920年、国際連盟成立、ベルサイユ条約、株価が大暴落し、戦後強行、新婦人協会結成、雑誌、新青年創刊、日本最初の命令、日本社会主義同盟結成、活動写真会社、小畜、帝国キネマ設立、両国、新国技館落成、東京市外自動車に、女性車掌が登場、 慶応義塾、早稲田、中央、明治、法政などに、私立大学設立許可、小畜かまた設営書設立、第1回、国政調査1921年、原高氏暗殺事件、ワチントン会に、アドルフ・ヒトラーが、ナチス党首に、中国共産党創立大会表現主義映画、カリガリ博士公開、釈地法、釈屋法、メートル方向、 大日本宗教協会創立、塩道山葬儀、白蓮事件1922年、ソビエト連邦成立、日本共産王結成、アインシュタイン博士来日上の似て、平和記念東京博覧,覧会、週刊朝日、サンデー毎日創刊、小学5年生、6年生創刊、江崎グリーコ創業、姿勢動画、美容講習会、婦人断髪スタイルが流行、 全国水平社創立1923年、関東大震災、甘か事件、文芸春秋創刊、おさらぎ次郎、倉間天狗連載開始、4コマ漫画、ただしちゃんの冒険、新橋演舞場完成、帝国ホテル落成、丸ビル完成、牧野映画製作所創立、き屋ウイスキー工場設立、キネマ巡報社、朝日グラフ創刊、火曜、 先導光太大はやる鳩山会館。当時立憲声優会所属の大技士、鳩山一郎の指定。1924年1924年、五軒運動、皇太子広人新能成婚、大阪毎日新聞、大阪朝日新聞それぞれ発行100万部突破と、発表、築地小劇場創設、阪神電車甲子園大運動場完成。 明治神宮外苑競技場完成、メートル法施行、1925年、治安維持法交付、普通選挙法交付大衆語楽雑誌、キング総監、ラジオ放送開始、東京六大学野球連盟発足、大日本相撲協会設立、山手線環状運転開始、地下鉄、上野浅草館、着工1926年、労働農民党結成、 治安維持法発適用、大正天皇法御改造者、現代日本文学全集観光から、エンポンブーム、宝塚ホテル開業、日本放送協会設立、新興協楽団設立、朝日カメラ創刊、新宿高野フルーツパーラー営業開始、豊田自動初期製作所設立、草軽電鉄全線開通、大正末期から昭和にかけて、中国政治を不安。 モボモガの大流行、漫才の登場来る船や、大正時代の流行画家、竹久夢二の作品、1919年年代が短いこともあり、大正時代に限ってのみ活躍した人物というものを挙げるのは難しいが、以下のような明治から昭和への過渡の時代に生きた人物の名が挙げられ、この時代を彩る数々の芸術作品や新市長が生み出された。 竹久夢二、高畑歌唱、西条八十、野口宇城、北原白州、中山新平、山田耕作、島村宝月、松井須真子、幼いる、倉田百三、久保田万太郎、室内生,生、萩原作太郎、芥川龍之介、武者の孔子寂あず、志賀直也、有島武雄、菊池博直木三十五、谷崎純一郎、中里海山、安倍二郎、 吉野作造、長谷川如世館、宮田家骸骨、大杉久市、伊藤野絵、平塚来町、島崎東村等、ありがとうございます。